皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。前回は強敵だったね。ついの戦士とハイノスウスヘイヤーを倒したところだよ。今のところスライムで苦戦、魔法使いはあっさり突破、そして前回苦戦したって感じね。この流れだと今回あっさり突破できないかな。さて、今回の敵の強さはいかに。さまようランタン、非生物ね。有効な攻撃が、人や動植物とは違うって。とりあえずいろいろ試してみて有効だを見つけないとね。とりあえずスライムは倒しておきましょう。あとは何の攻撃が通用するか。おっと、斧と杖がかなり有効っぽいわね。打撃とかが効くのかしら。もう一回戦ってみようか。弓で攻撃もしてみたいし、純粋に耐久力が低いだけかもしれない。弓で攻撃する前に倒れちゃうんだけど。ちょうど魔法使いが防御するからこれで試せるね。18ダメージ。ここは弓使いかなり厳しいか。というわけで弓使いの武器変えようか。狙撃手の供給から猛進の大野で。攻撃力は変わらずに武器が変わった感じね。これでいけそうだけど、そういやスライムに対する有効が消えてね。これ変えるならボス前にするべきだったわね。と言ってもカカシが斧で倒せるから案外あっさり全員倒せました。お、もうボスか。水をかぶってきたので戦ってみましょう。燃え差しのランタン、状態異常になってると強力になる焼却の魔法を使うみたい。状態異常は基本的に防御してればならなさそうな感じがするからちゃんと防いでいこう。そして早速火の攻撃のオンパレードだね。しっかり守っていこう。さて、これで1体倒せたけど。蘇生はないみたいね。これは、余裕か。技能を使わずに通常攻撃だけで1体倒せるし。猛進の大野がいいダメージ出すわね。60って。そして珍しく前衛のゴブリン騎士の斧でもダメージが出るわね。ここら辺基本的に斧の攻撃が有効打になることが少なかったからね。てかもう倒せそうなんですけど。さて、このターンで終わりかな。ちょうど持ってる武器と相手の弱点との相性が良かったかもね。ボッコボコにできたな。さて、これで4箇所攻略できたわけだけど。お、またしよう。これでまた一区切りついた感じかな。さて、持って帰りますか。そして橋があるな。渡ってみようか。先に何か見えるし。宝箱が2つあるわね。中身は何かしら。1つ目は鍵。どこの鍵だこれ。説明によると特定の扉専用の鍵で、同じ色の扉を何でも開けれる感じのではないってさ。もう1つの宝箱の中身は鉄。さて、次はこの鍵で開けれる場所を探さないといけないってわけね。とりあえず一旦帰ろうか。おや、資料を見る演出がないな。ってことはまだ何か足りてない。怪しいのはあの鍵ね。次回は鍵で開けれる先の場所を探索しましょう。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。